こんにちは、動画をご覧の皆様、竹内です。ですね、今回の動画のテーマは、単勝万馬券を、狙ってみようということで、お話ししていこうと思うんですけど、オープニングにちょっと、出した馬券ですね。あれも単勝万馬券だったんですけど、まあ、あの馬は該当しないんですけが、今日の話は。非常にまあ面白い狙い方があるということで、そのお話をさせていただきたいなと、思っています。ですね、単勝万馬券100倍以上ですね、単勝オッズ100倍以上の馬っていうのは、2012年以降で、今2010年のこれが、今8月なんですが、現在で回収率でいうと実は48%しかない。で、勝率も0.3%しかないということになっています。でですね、これを、跳ね上げたいと、やっぱり思うじゃないですか。単勝万馬券って、まあ、なかなか馬券ファンの人でもね、取りたいとは思っても取れない方が圧倒的に多いわけですから。で、ですね、今回ちょっと覚えていただきたいのは、まあ、よくこの僕の動画のシリーズでも出てくるんですけど、当該周波数の最速時計っていうものを使います。これはですね、レースの前7日間で出している販路調教の時計で一番速かったものを、そういう当該周販路の最速時計という定義で利用します。で、まあ、販路といえば、坂のね、角度の問題で価値があるのは立冬馬なので、立冬馬に限定となるのですが、立冬馬で53.9秒以下の当該周販路最速時計を出している単勝万馬券の単勝100倍以上の、お馬さんはですね、それだけで勝率が、実は、全体だと0.3%なのが、もう0.7%、8%と、上がってきます。なので、まずはその、53.9秒以下の馬を、チェックします。それでですね、その馬の中で、まあ、実はそれだけでも回収率が100%近くいくんですね。それだけでもね、そこを追いかけていくっていうのも、まあ、一つの手なんですが、単勝万馬券の馬とはいえ、やはりいきなり差し込んでくるっていう馬は少なくて、やっぱり逃げ先行馬が多いっていう傾向があります。勝ち馬ですね。それでですね、やはりその反動の動きがいいと。で、人気はないけど一発やってやろうっていう馬が一番行動を起こすことが多いのが、やっぱり内枠で逃げると、前へ行くと、そういう傾向があるんですが、1枠から2枠に限定するという作業をします。これだけでですね、その作業をするだけで、53.9秒以下の馬で単勝100倍以上の馬で、1枠から2枠っていう、このたった3つの特徴ですね、チェックするだけでかなり成績が良くなります。というのはですね、2012年が、単勝回収率が166%、2013年が、422%で、本年ですね、今年2014年ですら、3が現在325%という回収率が出ています。勝率にするとですね、大体まあ年平均で1.3から1.6%ぐらいの勝率なんですが、その単勝、すごく計算が簡単で、単勝万馬券ですから100倍以上ですよね。100倍以上の馬が1%以上の確率で勝てば当然プラスになります。ということで、これは今言ったみたいに平均すると1.3、1.6%ぐらいになりますから、当然まあプラスになっている。結果が出て当然であるということが言えます。まあ、やはり調教で動いているのに人気が全くないっていう馬も、結構多いんですね。その単勝100倍以上に限らず、まあ、20倍30倍ぐらいの、ゾーン、まあ、中穴ですね。そのぐらいの馬でも、もう調教がもう抜群に速いと、今回自己ベストをもう完全に更新しているのに人気がなくて激走するっていう、そんなパターンは結構競馬ではあります。なぜそういう傾向があるかというと、人気っていうのは所詮馬券ファンが作り出しているものなんですよね。なので、要するに調教っていうのはあまり見てない方が多いっていうことが、まあ一つ理由になっていると思うんですね。もう
練習段階ではコンディションが抜群であると、もう他の馬は同じレースに出走する他の馬を圧倒的に、凌駕するような、そんなようなレベルなのに全然人気がないっていう馬が現実に、まあそれこそ1日開催1日でもたくさんいたりすることがあるので、やはり調教っていうファクターは、あまり競馬ファンが見てない、部分であります部分だと、僕は思ってます。確かにその1日500頭とか、いる出走馬、競走馬、それらの、調教の時計をそのレース間隔の間全部追っかけてみるっていうのは正直時間的に無理があります。なので、僕はまあその当該周波数の最速時計っていう、もう定義をの中で、反論を活用してるんですが、それは僕のメールマガジンとかでももう何年も前から書いてるように、その非常に、まあ省略をして調教を見てしまっているわけですが、それでも非常に効果があると。すなわち調教を見ている人が少ないがゆえに、成り立っている考え方なんですね。なので、まあ、ぜひこの動画を見て、そういう考え方に興味を持たれた方は、僕の、そうですね、ブログなりメールマガジンなり、下にリンクがありますので、動画の下に。そちらから覗いていただいて、ちょっと興味を持っていただければなぁと、嬉しいなと思っています。まあ一緒になんかのね、普通の一般の競馬ファンの方とはまた違った目線で、勝負をすると、やっぱりギャンブルっていうのは有利なので、そこをなんかまあ一緒についていけたらなぁと、思っております。次回の動画は、まだ、内容など未定ですが、また定期的に上げていこうと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。他にも動画上がってるので、ぜひチャンネル登録をするところ、場所が、この動画の中なり、下なりありますので、そちらから YouTube のチャンネル登録をしていただければ、更新したらすぐに通知が行きますので、まあ、これからも末永く、見ていただければなと思います。竹内でした。